はい、おまけ佐渡伊藤酒店晩酌一期一会は、佐渡相川なんですが、相川の、前の佐渡会館前、佐渡会館跡ぶっ壊して、キラなんとか佐渡、なんとか佐渡っていうその世界遺産、のガイダンス施設がだいぶ出来上がってきております。天井の低いというか背の低い棟が2つこう海に向こうて、2つ並んどって、浜の方から海の方から入ってくるで、今でいう本線じゃねえな今でいうその通り、大きい通りのとこへ抜けていって、羽田、1丁目とか羽田を通り抜けて、そこからなんだろう、わからん、階段でも長坂でも登って、歩いていってもらおうっていう考えなんでしょうか。そんな、ガイダンス施設がいい加減つかだいぶできてきております。で今度の来月の1日なんだか、そのガイダンス施設のなんか使い方、どういう風に使うかという話も、話し合いっていうのか、そういうのもあるそうで、まあどういうふうになるにしても、やっぱり地元の人間がこう気軽に入ってなんかのんびりできるような、そこでまあ旅のもんと、まあ、いろんな話ができるような、そんな場所であってもらいたいなというと、そんな感じがします。観光のに来た旅もんばだけが入って、地元のもんが入りづれえような、そんなとこじゃ面白いねえしなと思うんですけども、まあどういうことになるのか分かりませんが、2月になったらそういう話し合いみたいなのもあるそうです。どんなことになるか楽しみです。まずはそのガイダンス施設が出来上がって、でその向こう側の海にある、まあ元佐渡市で運営しとったあのワイドブルーアイカ、温泉とプールのあるあの施設も、民間企業さんがこう買い取ったというような形になっとるみたいですが、今、工事がだいぶ大ごとになっとるようではありますが、それもなんとか改修してというか改装して、オープンしてもらえればありがたいなと思ったわけです。そんなことを喋ってみましたが、どんなもんでしょうか。ちょっと酒を飲みて気分ですが、なんせ週に2日は休館日ということで、頑張ってこの本読みます。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。